車に乗せられ新緑の中を行くジャージー牛。放牧されたのは蒜山酪農農業協同組合の育成牧場で飼育されている1歳のメス9頭です。放牧は子牛を産むための体力作りが目的で、毎年この時期に行われる蒜山高原の風物詩です。牛たちは初めて目にする広々とした草原やカメラに興味津々。高原に爽やかな風が吹き抜ける中、ひとしきり走った後は青々とした草を食べ、のんびりと過ごしていました。この日を、私たちも待ち望んでましたけど、牛たちも楽しみにしてたんじゃないかなと思います。このゴールデンウィークね、予定している方もいらっしゃると思いますが、予定していない方はぜひね、蒜山高原に来ていただいて、蒜山高原の代名詞である、ジャージー牛、ご覧になっていただければなと思います。ジャージー牛の放牧は牛の健康状態や草の生育状況を見て、11月上旬まで10頭ずつ行われるということです。